猫バンバンとは、自動車のエンジンルームやタイヤの間に入り込んだ猫を、逃がすためにボンネットを、バンバンと叩く行為、およびそれによって、猫の安全や生命を守る取り組みである。日産自動車により提唱され、同社にて、商標登録されているが、他の自動車メーカーなどにも広がりを見せている。車の下で眠る猫寒い時期になると、猫が止まっている自動車のエンジンルームやタイヤの、 間などに入り込んでしまうことがある。これは、狭く安全で、かつ暖かい場所を好む、猫の習性によるものである。また夏場であっても、自動車の下は日陰になり涼しく快適なため、やはり猫が入り込むことがある。ドライバーがそれに気づかず、そのままエンジンをかけて発射してしまうことで、隠れている猫は危険にさらされ、命を落とす事故も少なからず発生している。 日産自動車によれば、2014年の冬に猫などの動物が入り込んでいる場合があるので、フードなどを叩いてみましょうという旨の内容を SNS に投稿した頃大きな反響があり、2015年11月19日に猫バンバンというハッシュタグを用いて投稿。2016年1月より正式にプロジェクトとして展開されている。同社が行ったアンケート調査では、 猫バンバンを行ったところ、7人に1人が実際に猫が隠れていたと回答している。JAF によれば、ボンネットを叩く音により猫を逃がすことは効果的であるが、怖がってさらに奥へと入り込んでしまう個体もいるため、ボンネットを開けて目視で確認することも有効である。また動物保護団体、クローバーは、周囲に人がいて猫バンバンが恥ずかしい場合や急いでいる場合は、 大体として自動車のドアを強く閉め直すことを提案している。猫以外では鳥類がエンジンルーム内に巣を作ることがあり、気づかずに走行し、発煙に至った事例が報告されている。ありがとうございます。